中日福賀復帰即勝利投手、細川逆転タイムリー、石川福永アベック弾。5月5日の巨人戦にて中日ドラゴンズが見事な逆転勝ち、2対3と1点ビハインドの8回表に手術後初の1軍登板となった福投手が見事無失点ピッチング。すると8回の裏にドラマが待っていました。先頭福投手の代打として出場した大島選手がヒットで出塁すると、続く岡林選手が四球を選びノーアウト1・2塁の場面を作ると、伊藤選手が見事な送りバントでワンアウト2・3塁とし、3番細川選手が見事なセンター前ヒットで2点タイムリー。さらに石川選手の今シーズン版テリンドーム日本人初ホームランとなる2号ホームラン、そして福永選手もプロ初ホームランを放つなど、この回一挙6得点を挙げ見事逆転。最後はソフエ選手が抑え、素晴らしい逆転勝利を挙げてくれました。昨日、おとといと甲子園で悔しい逆転負けを喫した立浪ドラゴンズ、明日からも今日の勢いに乗って素晴らしい試合を見せてください。頑張れ立浪ドラゴンズ。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズに関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見等お気軽にコメント欄に書き込んでください。ご視聴ありがとうございました。